Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今のここジブリパークにいるんですけれども、魔女の谷の見える展望台っていうのがあそこからケーブルに乗って上がって見てきたんですけど、今降りてきたところなんですね。でこのご覧くださいませ、この素晴らしい眺望を。ここは県の施設なので、入場は基本無料なんですね。で、すごく注目されててご興味のある方もいらっしゃると思うので少しお話ししておきますね。よろしければ参考になさってください。駐車場はね、平日は500円です。で土日は1000円で、なんか回数券があるみたいです。で1時間半以内、要するに90分以内は無料です。ですから近所の方でね、ランニングしてらっしゃるとかウォーキングしてらっしゃる方ってすごくいらっしゃいますし、あとはそこにちょっと見えないかもしれないけど、ワンちゃんとか基本的にもちろんちゃんと取らなきゃいけませんけれど、そうした場合はワンちゃんもその多分そのあちらの有料エリア以外のところだったら入れるんですね。でね、今このポピーがもう最盛期なんです。すっごい綺麗ですよね。これも本当に綺麗で、ちょっとここを撮りながらお話ししてみます。と前回もお話ししたんですけれども、ここはもともと県の施設で愛知青少年公園という名前だったんです、もともとはね。で、私が子どもの頃なんかは遠足で来るような場所だったんですよ。で万博をやって、でその時にものすごくこう綺麗に、ここはねずっと木造のなんて言うんだろう、ぐるっと木造の なんて言うんですか、廊下っていうんですか、すごい綺麗な回廊になってたんですね。でそれを全部撤去して今こういう状態になって、でもその後どうするんだろうねって言ってたんです。もうとにかく広いんですね。だけどね、さすがで、あそこがそのステージですね。であそこでイベントなんかをするんです。だからコンサートもするし、いろんなことが行われるんですけれども、ですごくこんなに、なんていうんですかね、注目されるところになるなんて思いもしませんでした。だって今でもね、その帰りトロッコっていうんですかね、降りてきた時でも、あと展望台、最初はね私一人だったんですけど、今日平日ですからね、私は土日には来ないので、もう日本人、私一人でしたもん。もう中国語とロシア語だった。で皆さんすっごい嬉しそうだからね、私前回もお話ししたけど留学生を何人か教えましたけれども、みんなジブリの曲知ってましたからね。だからやっぱり日本の今のその売りというか推しはもうやっぱりアニメでありジブリであり、そうした文化なんですね。他の回でもお話ししているんだけれど、今円安でとか、誰でも来れる国になっちゃったんですよ。ちょっとこれすごく言い方悪いかもしれないんですけど、以前私本当に言われて、日本に行きたいけどホテル代が高くて行けないって韓国の方に言われたんですよ。日韓ワールドカップの年に私韓国に行ったんですけどね。でだから、そういう時代だったのに、今はもう円安だから誰でも来れるように、そのかつてはですから、ある程度の富裕層の方しか来れない国だったらしいんですね。私は外人じゃないからわからないわけですよ、外国の状況は。だけど今は本当にいわゆる普通の方が普通に、むしろ国内旅行するより安いみたいなことを言われちゃって、そういう理由でねっていうのはちょっと悲しいですよね。なんかでも日本のおもてなしがいいから来てる、確かにそれもそうでしょう、治安がいいから、それもそうだと思います。でもどうもそうじゃないらしいんですね、もう国内旅行するより安いもんねみたいな、そういうノリらしくって。でもね、そうじゃなくて、こんな綺麗なところが無料で来れちゃうっていう
ですごい治安も良くて、でゴミ箱がなくてね、持ち帰らなきゃいけないの。それはねさすがにねみんな守ってる、あの中国の人でも韓国の人でもね、あの相変わらず大きな声でずっと喋りまくっているけれど、でも綺麗に保たれていて、であのスタッフの人もすっごく感じが良くて、あのキビキビハキハキとあの働いておられて、あのすごく綺麗に清掃もされるので、あのすごくいい感じですよ。あのぜひね、もう真夏になるとね、ここあの逆に隠れるとこってあそこぐらいしかないかもしれないか、あそことか、そうね、日陰がないので、だからあの季節のいい間にぜひいらっしゃることをお勧めいたしますよ。はい、いつもありがとうございます。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。 Thank you for watching, subscribe and highly rate it please. So see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。